ここはソウルから車で1時間くらい離れた郊外にあるニャミャンジュ総合撮影所というところです。ここでは実際に映画の撮影も行われています。周りは山で自然に囲まれていて、とても雰囲気のいいところです。この斑紋店は本物そっくりに作られた撮影現場なのですが、本物と同じぐらいのスケールで私もとてもびっくりしました。なんかもう本当本物と全く同じです。今ここで実際に韓国の時代劇映画が撮影されているようなので、ちょっと覗いてみたいと思います。実際の撮影現場です。エキストラの方とか俳優の方がたくさんいらっしゃいますね。すごい。この昔のものとかも全部ありますよ。ね、こういう撮影現場も一緒に見れるとすごく楽しいですよね。